CR スーパーダンク、プリペイドカード専用デスパッチ。2つあるスパッドキャッターに弾が入賞してデジタルが回転。同じ図柄3つ揃って大当たり。アタッカーを開いて玉を拾います。頑張ってね。データ玉の払い出し 5&10&15 最高16ラウンドまで継続。平均出玉約2400個。大当たり確率 395.7 分の1。357ユニフォームで当たると確率変動。その後2回大当たりするまで確率が甘くなります。確変中に確変図柄で当たると、その後2回大当たりするまで確変は継続します。CR スーパーダンクのリーチアクションです。このほら3人今ドリブルしてますけども、はい、それぞれ名前がついています。マイケル、ボブ、チャーリーでね、得意なそのシュートがそれぞれ違うんです。でリーチになりますとね、3人がそれぞれ、シュートをします。はい、これファールですね。で、一番左端のマイケルはこのフリースローが結構得意という。さあ、入るかゴールス、あらよし、はいはい、ということで大当たりですね。なるほど、はい。で、真ん中の、ボブはですね、ロングシュートが得意なんです。この金髪のボブですね。やった、っと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 、よしゴール、うん、やった。でもう一人、スキンヘッドのチャーリー、彼はですねダンクシュートが得意なんです。でそのダンクシュートもね、いろいろバリエーションがあるんですよ。豪快ですね。高いですね。で次がまたすごいバックして、バックというね、このチャーリーのダンクシュートが一番決まりです。チャーリーがシュートしたらチャンスということですね。ということで、ね、なかなかあの画面も楽しいでしょ、もうスーパーダンクですね、画面が非常に大きいんですよ、今までのやつと比べると。で球が真ん中に集まりにくいということで、スタートチャッカー2つついてますが、ね、実は右側はねあんまり入らないんです。あ、そうなんですか。入りにくいんです、でね、あの左側のスタートチャッカーを狙うように強さを